皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。マネージャーが今回価格を確認してくれなかったんですけど、ちゃんと可愛く撮れてますか、ね、漏れてます。本当になんか近いんじゃない。いや漏れてます、ね、大丈夫、はい、漏れてるんで、もうやめた方がいいですよ整形とか。あ、なるほどね。ブスっていうコメントは来ないんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ちなみにあの豚さんとのコラボ動画俺はすっぴんでした。私すっぴんであのクオリティ高いよね。もう確かにね、うん、でしょ、成果が出てきた、ね、別れたこと後悔するでしょ。さあ行きましょうか。はい行きます。とマネージャーのアカウントの方で、あの桜井なんだっけ、ゆるぼと称してののかさんに質問とか一言ありますかって募集してみたんですよ。で結構1時間ぐらいなんですけど、うん、集まってるんで、ちょっと手術終わって、はい、帰宅してる道中で、はい、ゆるーく答えてもらおうかなと思います。ゆるく答えます。はい、でうちゆるくできないんだよね。いつも全力じゃん、なんか明日死んでもいいやって思って生きてるから全力で。結構トークいけてると思ってんだよね。うん、だってうち人の YouTube とか見てうちの方が面白いなと思うもん。はいはいはい。そうだからなんかあんま人の YouTube 見る気にならなくて、多分あの教室とか分かるけどうち結構自分の見る面白いなと思って、うちやっぱり公開する前に再生回数上がってるなってそう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 自分の見ちゃってるから最近笑ったことなんですか。最近笑ったこと、なんだろう、なんか笑ったことっていうか笑顔になったこと言っていい。はい、キーちゃんが、まあ、キーちゃんだけじゃないんだけど、はい、こう、あったかくなってきてさ、夏服になるじゃん。はいはい。で、服が安くなるでしょ、服が、うん。人の服も安くなるし、生地が少ないからね。そうそうそう。ワンちゃんの服も安くなるわけよ。アロハシャツをさ、はい、買ったわけ、キーちゃんの。はい。で、これやられたなと思うんだけど、550円だったわけよ。はいはい。アマゾンで。はい。550円で3枚買ったの。はい。でも1枚に対して送料が399円かかる。1枚に対して。そう。へえ。だから要はでも1枚550円で買ったけど一応1000円以内で収まってるじゃん。うん。そのアロハシャツが来ましたと。はい。キーちゃんに着せますと。はい。すっごい1000円でこんなに笑顔になれるんだと思って1000円でこんなに楽しませてくれるの、キーちゃんみたいな。今日に関しては2000円でサロペット買ったよ、うん、あとミニオンね、なんかミニオンのなんかメッシュのやつ、はい、キーちゃん今脱毛症を何ていうの、疑われてるから日焼け止め帽子、本当はワンちゃんってさ裸の方がいいんだけど、うん、服着せた方がよくて脱毛症の時って、はい、お散歩でね、はい、だからそれでなんかお洋服買ったんだけど、それも1500円だし、すっごい楽しませてるんだよ。ストクラブで楽しもうと思ったらね、全然足りないじゃん。初回も缶ビール1缶も飲めないもんね。飲めないよ。黒髪いいっすね、髪型も似合ってます。ああそうなのね。そう、はい、あれ黒髪になったの知ってた、インスタで見たって感じ。黒なんだけど、そのブリーチしてるから落ちてきちゃうんだよ。ああ、なるほどね、うん、あとちなみになんだけど、黒という名のなんかブルーブラックなんですよ。へえー。だからやっぱ結構落ちちゃうからまた染めなきゃいけないかなって感じ。ただブリーチで今回使ってない。でも似合ってるとのことで。ああ、そうなんだ、はい、どうしよう、次何色にしようかな。黒似合ってる。でも本当黒染めしようかな。おはよう、ありがとうございます。ちょっとなんかね、暗い髪検討したいと思う。ただね、うちのお兄ちゃんがね、なんかね、金髪の私が好きみたいで、暗くしたがんないのよ。って言うの。本当は黒染めしたかったんだけど、お兄ちゃんが、超へりくだってブルーブラックになったの。なるほど。はい、ありがとうございます。暗いの似合うって可愛いって証拠だから。ブスは金髪でごまかすじゃん。ブスは金髪とロン毛でごまかすから。はい、はい。なんでありがとうございます。羽村の術後。目やにとか出ませんか。髪を見せたと思うんですけど、なんかハムラじゃなくて結局なんかそのなんだっけ、クマ取りと涙袋形成なんだけど、で先生にこれハムラですよねって言ったらハムラじゃないって言い張るからとりあえず神の手がハムラじゃなかったんだけど、やばい、めくそ。あ、やっぱそうなんだ。やっぱ寝起き痛いよね。なんかなんていうのかな、手術してから全然変わったよ。
まだまだやっぱダウンタイムっていうのはさ、あの化粧できるようになったらダウンタイム終わりだよねとか、普通に生活できるようになったらとか、ギブスは絶対ダウンタイム終わりじゃなくて、手術する前の生活に戻れて初めてあのダウンタイムが終わる、ダウンタイム終了なんで、まだダウンタイム中なんで、やっぱ半年ぐらいは仕方ないかなっていう。なるほど。マジで下品の極みってきてます。クソって言え、クソって言ったの。で、自分で考えたでしょ。違うの、あのね、多分ステアカから来てますね。てかさ、これさ、喧嘩したの覚えてる？メアニ、メアネ、どっちなんだろうみたいな。メアニじゃないの？うち、なんかお母さんがメアニのことをメアネって言ってて、メアネ、メアネ、メアネって言ってて、で、メアネ、メアネ、メアネって言ってたら、頭悪いみたいな発言来て、で、パッて思い出せないのよ。メアネだっけ？メアニだっけ？みたいな。はい、だったらもうメクソって言った方がわかる。安牌、うちの中では笑ってる時にね、メアネがさとかってメネって言っちゃうから、で、なんかこいつ頭悪いなとか学ねえなとか思われるぐらいだったらもうメクソって言って、もう絶対間違えないワードで攻めた方がいいかなっていう結論、メクソになってます。なるほど、はい。まあ下品なのはそのメアメクソって言うよっていうことだけじゃないと思うんですけどね。おならするとことか。この人に返信してみますか。いや、しない。でも次の、次の行きましょう。病んでるストーリーの時に、うん、いいねするのはありですか、うん、今のところ応援の意味でいいねはしています。え、全然ありなんじゃないですか。だから むしろそのいいねすると上に上がってくるんですよ。はいはい。で、うちってだいたいミニマム10万人、だいたい平均15万人ぐらい見てるんですよ、ストーリーズって。はい。で、なんかいいねすると上に上がってくるから、あ、この人いつもいいねくれてるなとか、なんか結構覚えたりとかして。で、ちなみにあんまこれ言うの良くないんだけど、だそういう人から DM 来たりするとたまに返してる、うん、あ、なんかいつもいいねくれてますよね、ありがとうございますとか。なんか逆に私だけじゃなくて、そのまあ SNS っていうか、そのなんていうの、インフルエンサーさんでファンの方とかいたら、そういうアクションとかたくさんしてあげたりとかするといいと思います、うんうんうん、なんか覚えてもらえる、うん、ワンチャン DM 返ってくる。外で会った時にアカウント名何々ですって言ったら、あ、何々さんぐらい。そう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 、あるかもしれない、全然。ののかさん、はい、大学院への進学考えたことないんですか。頭いいから絶対行くべきです。どうなんだろうね。なんか大学6年間行ったじゃん。大学って4年生でしょ。でも小学校ばりに行ってるわけよ、こっちは。はいはい。通うことがまず無理だったので、目先のお金に目がくらんだのと、やっぱりマネージャーにはまりすぎて、あの学校に行けない。だからうちの優先順位で言うと、ホストクラブに通う、キャバクラで働く、大学だったから無理だよね、両立ができない。はいはい、ね、消去法した時に真っ先に消える。あ、消えるね、さよなら軍配感じ、ね。うん、まあ頭いいか悪いかで言ったら、うん、まあ勉強はできた方かな。たださ、学校で勉強したこと今さ一つでも役に立ってるかっつったら、まあ、学生さん見てたらあれなんですけど、マジで一個も役に立ってないですね。で、漢字もいらないじゃん今スマホだし、うん、で電卓あるから数字もさ、なんかさ、わざわざさ、なんていうの、なんかね、数学の証明もいらないし、因数分解なんか使わないし、何もいらないね。生きてるだけで偉いです、大好きです。生きるのって大変だよね、普通に。うん。なんか正直、なんか死にたいとかさ、はい、自殺したいとか、そういうことを考えたことあるけど、はい、まず死ぬ勇気の方がなくて。でも私の場合に関しては、もう痛いのも嫌だし、死ぬ勇気なんてとてもじゃないけどないから。なんか一回昔、まあね、あの彼氏がいて、で、会ったのよ、リストカットしようとした時、こうやって、もういい、死ぬって言って、リストカット死ねないじゃん、普通に。死ねないんだけど、まだリストカットしようとして、まあ、あのカミソリ持ってこう脅迫するわけよ、こっちは。それじゃ、でも怖すぎて切るのも怖いわけよ。もう死ぬとかじゃなくて切るのが怖いから、お前がやれっつって投げたくなる。でも生きるのって大変だよね、本当に、うん、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、うん、ちょっとメイク動画また出してくださいっていう声が結構多いんで、まあ4日後撮るもんね、またね。そうしましょうか。
皆さん、今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。